ウクライナへの外国軍派遣、紛争を激化させる。ベラルーシ大統領。ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ウクライナ戦争に関して外国の軍隊が介入すれば、紛争のエスカレーションが避けられないと警告しました。これはロシアがウクライナで行っている軍事作戦に他国の軍が関与する可能性が取り沙汰される中での発言です。一方、アメリカのオースティン国防長官は23日、北朝鮮の兵士がロシアに派遣されているという証拠が存在すると述べましたが、彼らが何をしているのかは現時点では不明とされています。韓国の情報機関である国家情報院によれば、北朝鮮は約3000人の兵士をロシアに派遣しており、今後さらに増派する計画もあると報告されています。これに対してルカシェンコ大統領は BBC 及びロシア国営テレビの個別インタビューで、北朝鮮がウクライナ戦争に兵士を派遣したという見方を否定しました。彼はどの国の軍隊であっても、ベラルーシの軍隊でさえ接触戦場に配置されれば、紛争をエスカレートさせることになると強調しました。さらに、ベラルーシに配備されているロシアの核兵器に関しても触れ、これを使用するには自身の同意が必要であると述べました。彼はまた、来年1月に予定されている大統領選挙についても言及し、再出馬の要請があれば出馬する意向を示しました。火山でのインタビューにおいて、ルカシェンコ大統領は、北朝鮮のウクライナ派兵説について、くだらないと一蹴し、プーチン大統領が他国をウクライナの特別軍事作戦に関与させようとすることはあり得ないと説明しました。さらに、もし北朝鮮の派兵が事実と確認された場合でも、特定の外国軍が接触戦に配置されれば、さらなる緊張が高まると述べました。彼はまた、ロシアの同盟国がウクライナに派兵すれば、ウクライナの同盟国が外国勢力の介入を問題視し、最終的には NATO の兵力がウクライナに配置される可能性が高いと予測しました。最後に、プーチン大統領がベラルーシに配備された戦術核兵器を使用するには自身の同意が必要であるとも再確認しました。ロシア、韓国に強く対応と警告。北朝鮮の派兵は否定。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は23日現地時間の記者会見で、韓国がウクライナに対するロシアの軍事行動に関連して対応策を検討していることについて警告を発しました。ザハロワ氏は、韓国がウクライナ紛争に関与した場合、韓国自身の安全保障に深刻な影響を及ぼす可能性があるとし、ロシアにとって脅威となるいかなる行動にも強力に対応する姿勢を示しました。さらに韓国政府に対して慎重かつ常識的な判断を求めると呼びかけ、ロシアは韓国当局がウクライナの政権に惑わされないことを望むと強調しました。彼女はまた、韓国のウクライナ支援に対して困惑していると述べ、ウクライナ政権をテロ政権と呼び批判しました。この発言に先立ち、韓国の国家情報院は18日、北朝鮮がロシアに対して兵士を派遣したと発表し、その後23日には北朝鮮からロシアへ移動した兵士が3000人に達し、年末までに約1万人の派遣が見込まれると見解を示しました。韓国政府はウクライナへの支援策として攻撃用兵器の提供を含む選択肢を検討中であり、これに対してロシア側は強い反発を示しています。ザハロワ報道官は北朝鮮がロシアに兵力を派遣したという報道に関して虚偽及び誇張された情報だと否定しました。また北朝鮮軍の位置に関しては平壌に尋ねるべきだと述べ、米国防長官ロイド・オースティンが言及した北朝鮮兵のロシア派兵の証拠については明確な回答を避けました。ザハロワ氏は
韓国とロシアがこれまで経済や人道支援などの分野で良好な協力関係を築いてきたことを振り返りながら、なぜ韓国が西側の挑発に屈しているのかと疑問を呈しました。そして、韓国の国家情報院が北朝鮮の派兵に関する情報を発表したことに対しても、ウクライナが韓国に殺傷兵器を求めていることに注目すべきだと批判しました。彼女は最後に、ロシアと北朝鮮の軍事協力は韓国に対していかなる被害も与えるものではないと強調し、韓国がウクライナ支援を進めることに対して強い懸念を示しました。北朝鮮兵、ロシアに3000人。インド太平洋にも悪影響。米が懸念。米国政府は23日、北朝鮮が10月に入ってから少なくとも3000人の兵士をロシア東部に派遣したという情報を発表し、これらの兵士がウクライナ軍との戦闘に参加すれば、格好の標的になる可能性があると警告しました。また、北朝鮮がロシアとの協力関係の見返りとして何らかの利益を得ることで、インド太平洋地域の安全保障に悪影響が及ぶ可能性があるとの懸念も示しました。ホワイトハウスで記者会見を行ったカービー広報補佐官、国家安全保障担当によると、北朝鮮の兵士たちは、北朝鮮東部のウォンサンからロシア極東のウラジオストクまで船で移動し、その後ロシア東部の3つの軍事施設で基本的な戦闘訓練や技能習熟訓練を受けているとされています。さらにカービー広報補佐官は、ロシアに派遣された北朝鮮兵がウクライナ戦争に加わる場合、それらの兵士が正当な軍事目標となり攻撃対象になるだろうと述べました。北朝鮮は10月の初旬から中旬にかけてこれらの兵士を段階的に派遣したとされています。カービー氏の説明によれば、北朝鮮の兵士はウォンサンからウラジオストクへ船で移動した後、ロシア東部の異なる3カ所の軍事施設で訓練を受け、その後ウクライナでの戦闘に投入される可能性が高いとのことです。このような動きはウクライナ紛争におけるロシアの戦力補強と北朝鮮の国際的な行動が一層注目される要因となっています。また日本人の感情に訴えて継戦を訴え金を出させるための発言でしょう。ウクライナは疲弊して継戦能力の限界であり、これからは民間人の犠牲者が増加する。早々に停戦すべきだと思う。普通に考えて北朝鮮の兵士をウクライナ領土内に派兵はしないでしょう。ロシア領土圏に侵入したウクライナ軍への手当では、ロシアはリソースを割かなくていいし、北朝鮮は貴重な実戦経験を積める。米国は計画通りではないとしても十分に稼いだでしょう。戦後はロシアに壊してもらったインフラを日本の金で復旧。英米欧でライフラインを抑えてウクライナの経済的植民地化が完成。莫大な利益を得ることができる。もうやめませんか。ウクライナ、北朝鮮兵士投降すればパンと休息を提供。韓国語動画で心理戦。ウクライナ軍が近く戦場に投入されると予測される北朝鮮軍兵士に対して本格的な心理戦を開始した。この心理戦の主なメッセージは、他国の戦争に巻き込まれ無駄に命を落とすことなく投降や亡命をして自らの命を守るべきだというものだ。ウクライナ国防省情報総局は23日、ロシア軍に投降を呼びかけるためのテレグラムチャンネル、私は行きたいを通じて声明を発表した。この声明では、ロシアのプーチン政権のために派遣された北朝鮮軍兵士に対し、外国の地で無意味に命を失うことは避けるべきだ。ロシア軍兵士たちのように帰国できず苦しむ数十万人の運命を繰り返してはならないと強く訴えかけた。さらにウクライナは、ウクライナの捕虜収容所では国籍や宗教、イデオロギーを問わず全ての兵士を受け入れる準備が整っていると強調し、投降を促した。
投降した場合、ウクライナは休息の場、食事、温かい環境を提供するとし、すでに投降した数千人のロシア軍兵士たちが、1日3食の温かい食事と医療サービスを受けながら戦争の終わりを待っていると伝えた。加えて情報総局は別の動画で捕虜収容所の施設や環境を紹介した。この動画では捕虜たちは広々とした暖かい部屋でそれぞれの睡眠空間が確保されていると述べられ、1日3食の食事には肉、新鮮な野菜、パンが含まれていることも伝えられた。動画の最後には投稿のためのメッセンジャーアプリや電話番号、QR コードが表示されている。なお、動画の韓国語翻訳はウクライナ語を自動翻訳したもので、不自然な表現が含まれていた。ウクライナ情報総局のブダノフ局長は前日、米国の軍事メディアウォーゾーンに対して、23日には北朝鮮軍の最初の部隊がクルスク方面に到着する見込みだと語った。クルスク州は今年8月、ウクライナ軍が反撃に成功し、20以上の小都市や集落を奪還した地域である。今月に入り、複数のウクライナメディアは、ウクライナ軍と政府関係者の情報として、北朝鮮軍がロシアに派遣される可能性が高いと報じてきた。ウクライナの情報機関も連日新たな情報を発信し、西側諸国に対応を求めている。また、韓国の情報機関である国家情報院も18日に、北朝鮮の防風旅団を含む4つの旅団、計1万2000人以上の兵力がロシアに派遣されることを正式に発表した。アメリカはこれまで、北朝鮮軍のロシア派遣については継続的に確認中としてきたが、23日初めてその事実を認めた。アメリカのオースティン国防長官は、ローマで記者会見に応じ、北朝鮮兵士がロシアにいる証拠があると述べた。また同日、NATO 北大西洋条約機構も北朝鮮軍がロシアに派遣された証拠を同盟国が確認したと発表した。